反日スローガンを叫べ、まさか公立高校の教師が日本や日本の首相のことを激しく罵倒し蔑むような行動を強制したと聞いたら、皆さんはどう考えますか？これはね、2019年の10月に韓国ソウルにある公立高校のことなんだよ。それもね、驚くというのか恐ろしいと呼べばいいのか、センスが悪いと言ったらいいのかな。だってね、マラソン大会で反日スローガンを叫べと強制したと言うんだよ。それも校内の国交のマラソン大会だよ。日本人選手が走ってもいないんだよ。多分ね、ソウルの公立高校だし、これは一体どういうことなんだろう。こんにちは、日本大好き外国人のマストラです。チャンネル登録がまだの方は、新しい動画を見逃さないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひよろしくお願いします。説明欄でリンクを貼りますので、応援をよろしくお願いします。今回はね、こちらの著書、韓国人が書いた韓国で行われている反日教育の実態、チェ・ソンギョン最通者、こちらの本を参考に皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。そうなんだ、彼らには理由を言えるものかないんじゃないかな。教師が学生に対して反日的な内容のスローガンを叫ばなくてはいけないと強制するのだから、理由なんてないんだよ。もう一度言うよ、高校のマラソン大会で反日スローガンを叫べ、これは誰も応援していることにもならないしね。2019年の10月のことだから、当時は安倍内閣時代なんだ。だからテレビでもノーアベと書いたプラカードを見たことある人はいっぱいいると思うよ。教師がね、授業のベルと共に教室に入ってきてこう言うんだ。お前らちゃんと日本製品の不買運動やってるんだろうな。もちろんこれがね、全ての姿だとは思わないよ。だけれども、高校のマラソン大会で反日スローガンを叫べ、これが SNS を通して大きな話題になったんだよ。彼らが大人になるまでに反日に思想が固まることは、これだけの教育があれば必然だと思うよ。だけどね、残念すぎるほど残念なことは、日本に旅行に行って日本人に嫌な思いをさせられたり、日本人との触れ合いの中から日本人に対して反感を持ったりしたものではないんだよ。ほとんどが間接体験のことなんだ。教育やメディアの影響が大きいと思うよ。マストラチャンネルの中でたびたび抗日ドラマや映画、これの影響で日本は過去にはとても悪いことをした、これを信じている人が世界で、特にアジアで年々増えていっているんだ。でもやっぱりそれはね、間接体験のことなんだよ。日本人に何か嫌な思いをさせられたわけではないんだ。でもね、それは当然なんだよ。世界中に日本人がそれほど多くいるわけではないんだよ。だからね、間接的な情報で海外の人たちにとっての知識はそれだけになるんだよ。日本の皆さんも知っているように、日本からの情報発信アピールは本当に少ないからね。海外の人たちの耳に入る情報はね、お隣さんたちの一方的な情報だけなんだよ。海外の若い子たちの日本に対しての知っていること、日本から発信していることはほとんどがアニメや車のことぐらいなんだよ。今日は韓国の教科書について皆さんと
一緒に勉強していきたいと思います。そしてやっぱり私の生まれ育った国マレーシアの教科書にも私は決して事実とは思えないような考えられない内容が教科書には出てるんだよ。外務省の親日度調査の中でも最高ランクに入るマレーシアでさえ教科書に影響があるんだ。だから韓国の教科書はどれくらいのことが記されているのかな。これほど近い距離にある韓国でもね、日本に対する知識はね、さっきも話したアニメや車のことくらいなんだよ。それ以外はほとんどが教科書と学校の教師から知識は得て、そしてマスメディアや映画ドラマなどからはイメージを形成されることが多いと言われているよ。だからね、すべて間接的なことなんだ。コロナ禍になる前の話だけど、2018年には人口が5000万人ほどの韓国なんだけど、そのうち750万人以上の訪日旅行者が来たじゃないかって言いたい人もいるかもしれないよ。そしてこの訪日した韓国人の 80% ほどがリピーターなんだよ。だからもちろん反日教育を受けても日本のことが大好きな人たちも大勢いることは分かっているよ。でもね、実際学校教育の中で反日教育はどこまで行われているのか、今回のこちらの本、韓国人が書いた韓国で行われている反日教育の実態著者であるチェ・ソーキョンさん、チェ先生は1980年代に学生時代を過ごしたんだ。そして韓国の国語の教科書には愛国的な内容が多く含まれていたんだって。そこに登場した愛国とは2つに分けることができる。一つは反共産主義、それと民族主義。1953年の朝鮮戦争以降は韓国教育では反共が大きな基準を占めたんだ。国語道徳社会の科目では北朝鮮には負けるわけにはいかない、そんな競争相手だったんだ。だから北朝鮮と韓国を比較して北朝鮮の残忍性や閉鎖性、非人間性を強調するような教育がされていたんだよ。そして80年代以降になってからは韓国が経済的には北朝鮮を完全に追い越したこともあって、北朝鮮に対して経済的な落後者と強調するようになっていたんだ。子供の目から見るとね、韓国に対しての自信が出るとともに北朝鮮に対して同情するような気持ちも持ったというよ。相手を格下扱いするのが彼らの癖なのかな。マウントを取るのが好きなんだろうね。これはやっぱりプライドという名の劣等感なんだろうね。先生はこう感じていたんだよ。国語の科目だったはずだけど、作品の鑑賞能力や文学的な表現を学ぶというよりも文化的な自負心、自分自身に対しての才能や誇りに思う、それを強調したような授業だったなって思っているんだよ。だけど時間が流れ、大人になった時にその自負心、自尊心の根拠って何だろうと思った時、その国語で学ぶストーリーは実はソース不明の創作されたファンタジーな物語なんだ。それというのも、国語とはそもそも小説やエッセイ、シナリオなど文学を中心に学ぶ科目であるから、歴史ほど史実に忠実であるということは決して
要求されているわけではないんだ。国語の授業での内容に事実とは違っていることに気づいた先生は愕然としたんだよ。確かにこの部分の先生の話は興味深いなって思います。そうなんだよ、国語の授業で学ぶとはファンタジーの作品として文学として学ぶよね。でもその中に歴史に関わるような内容の小説なりエッセイのストーリーがあったら、子どもたちにとって教科書に載っていることが真実ではないなんてことは考えもしないことだから、国語の授業で反日的な内容のストーリーがあったらそれが真実だと思ってしまうよね。ちなみにね、これはマレーシアの話なんだけれども、ネグリスンビラン州南部のレンバオ県ペダスのゴム園に当時日本軍が来て行われたと言われているんだよ。そこには赤ん坊を放り投げ落ちてくる赤ん坊を銃剣で刺すという話が出てくるんだよ。これがマレーシアで行われたと言うんだ。1988年当時の文部省の検定をすでに合格した高校の英語教科書、三省堂が自民党のクレームによってその一部は削除されたんだ。代わりのものと差し替えられた。日本人からしたら衝撃的な内容を学校の教科書で教えていると思うよ。これが日本の高校英語教科書であったんだ。小中学生向けの英語学習用の副読本に、私たちの国にやってきた日本軍という小冊子があって、その中にも赤ん坊のことがイラスト入りで出てくるんだよ。それが1989年、この小冊子を8000部全国の小中学校に配布しているんだよ。この数十年の間に韓国の教科書は大きく変化したんだ。それでも客観性に欠ける部分は残っているんだよ。2001年に発行された小学校の国語の教科書に記載されている例が紹介されているよ。朝鮮王朝の宮廷であるチャンギョン軍とキョンヒー軍の説明でのことだよ。チャンギョン軍、日帝強制占領期間には日本の人々がチャンギョン軍の動物園と植物園を作るため多くの建物を壊し、名前を昭憲園に変えた。1983年に動物園と植物園の一部を移してチャンギョン軍という名前を取り戻した。キョンヒー軍、日帝強制占領期間に強制的に破壊され跡地だけが残っていたが、最近の加工の姿を一部取り戻した。国語読み取り小学校41教科書教育科学技術部2001年。ちょっと名前がね分かりづらいんだけれども、この教科書の引用を見るとね、その主体は日本の人々なんだよ。教科書で言うところのチャンギョン軍という元々の名前を日本の統治時代に日本が昭憲園に名前を変えた。これは事実なんだと主張している。それはね、理由としては日本が朝鮮王朝を格下げするために変更したからだと考えてるんだよ。そしてここで注釈みたいに書かれているのが、韓国人は異常なまでに名称にこだわる民族なんだって。あとお隣さんがよく日本に対して使う言葉で、日帝一戦前第日本帝国の略で敵意を込めたもの、2戦後日本帝国
主義の略的意味を持った表現としても用いられる。そして日本が朝鮮王朝を格下げするためと考える根拠は1980年代から韓国のマスコミがそのように宣伝してきたことにあるんだよ。チャンギョン軍は朝鮮王朝初期の1418年、大宗が世宗に王位を継承した後、移住した宮殿であり、1484年、元のチャンギョン軍と名前を変えたが、日程が昭憲院と宮殿を格下にした経緯がある。東亜日報1985年4月12日、長い間全国民の愛を受けてきた昭憲院の同植物園はとても狭く、施設が古く、もはや千万のソウル市民の憩いの場としてその機能を果たすことができなくなったというわけではなく、1909年11月、日本のプレッシャーによって宮殿が円に格下げされたことを正さなければならないという指摘が出たためだ。ハンギョレ新聞1994年8月18日、やっぱり彼らは格下に扱われることに対してナーバスで劣等感が強くあることがわかるよね。なぜ日本が動物園や植物園を格下扱いにわざわざする必要があるんだろう。その考え方が不思議な考え方だなって思います。この日本が宮殿を格下げするという目的、こういった記事が複数回にわたって報道されたんだ。そして韓国社会の常識となってしまった、いつもマストラチャンネルでは話しているんだけれども、たとえそれが嘘だとしても、その嘘を突き続けると真実と思われてしまうんだ。これはお隣さんの流す情報戦ももちろんそうだし、韓国内の情報も同じように、たとえそれが嘘だとしても続けることで非常識になってしまうんだよ。韓国政府が運営する政策広報ブログでさえもやっぱりこう言われてるんだよ。日程は1907年、宮殿に動物園と植物園を作り、1909年にはチャンギョン郡を昭憲院と格下げして一般娯楽施設とした、なんて詳しく丁寧に説明しているんだ。この話がさっきも言ったけれども、教科書にも登場しているわけだから、この話を信用してしまう人がいるのもわかるんだよ。だけどね、日本が朝鮮王室を格下げするために名前を変えたっていう根拠がないんだよね。わざわざ格下げする意味が、彼らの感覚と日本人の感覚が違うからこうなってしまうのかな。子どもたちに教科書で教えて、そしてメディアがこう言った、ファンタジーな物語を大人たちに教える日本を咎めることが目的として、なんか悲しすぎるなって思います。この次に紹介されているのが、朝廷での王の行動発言を記録した朝鮮王朝の正史、朝鮮王朝実録からの引用だよ。この記録によると、名称を変えたのは大韓帝国第二代皇帝の順宗なんだよ。こう書いているんだって。博物館、動物園、植物園を今後昭憲院と称する、それはチャンギョン郡の中にあるからだ。順宗実録。
1911年4月26日。それも理由にはここで言っているようにチャンギョン郡の中にある、ただそれだけなんだよ。小学生は教科書の中で日本から格下げ扱いされたから変更されたと教えられ、マスコミではテレビや新聞、政府の広報ブロックまで日本が格下げを目的として名前を変更したという嘘を教えるんだよ。小敬遠に変えた理由は、日本が格下げを目的として変えたとわざわざ教えるんだよ。こんなつまらないこと言う、安らはほっとけばいいって言う人たちもいっぱいいるし、私もわかるよ。あまりにもくだらない話で同じようなレベルで合わせて話したくもないって気持ちもね。でもね、この積み重ねが彼らの反日教育なんだよ。逆に考えれば、彼らからすればね、なんて日本はくだらないことを嫌がらせのようなことをしてきたんだって。子供の頃から反日教育としては効果的な方法なんだよ。お隣さんの彼らはいろんな場面でマウントを取ろうと必死になるよね。マウントを取りたがる人、担任を見下すことが癖になっている人、こういう人たちには特徴があると思うんだよ。相手より自分が優れているんだと周りから認めてほしいんだ。承認欲求が強いという状態だよね。もう一つが、今の現状に不満がある、こういう心理は不安感が強い場合に起きたりするんだよ。そしてもう一つは、優越感を持ちたいんだ。近い距離の国に対してマウントを取ろうとする行為って、やっぱり手っ取り早く優越感が欲しがってるんだよね。それって自分自身に軸がなく、他と比べて比較することで自信を持とうとするんだよ。そのために相手を見下すんだよね。自信を持ちたいから相手を引き下げることで優越感を持とうとするんだ。自信がない人がよくすることでもあるよね。そしてもう一つが、孤独感が強い人、そういった人は自分を大きく見せようとしてしまう人に多いよね。孤独が強いから構って欲しくて大きく見せようとする、自慢ばかりしてしまう人なんかにも多いと思うよ。そしてもう一つが、自信がない人だよね。自分自身にやっぱり軸がないんだ。他の誰かよりも自分は優れている、でそれで安心したくなるんだよ。マウントを取りたがる人たちって主にこんな心理が働くと言われているんだ。なんかお隣さん、この枠で見ると分かりやすいなってちょっと思ってしまいました。やっぱり教科書の問題はメディアと並んでとても重要だと思います。それは先輩たちへの名誉回復もあると思うし、子どもたちが自信を持てるようにできなければ、彼らのように自分自身の軸が保ってなくなってしまう。大好きな日本を優しい人たちがいっぱいいる。本当の日本を未来へ届けたい。みんなの力が必要なんだ。ありがとう、マストゥラ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッターの応援もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。